どうも。こんにちは。お久しぶりです。ジョイジョイマッ、マッスルです。はい。<laughs> まあそういう感じでね、今日もご紹介。今日はコンビネーション技。パイナップルヨーゴー,ーすいません。はい。まあヨーグルトとパイナップル。もちろんヨーグルトは無脂肪 <laughs> うん。まあただ、まあパイナップルは、あれです。茹でてないもの。 まあ、あの、缶詰とかダメです。うん。あの、ちゃんとやっぱ生で切り立てのパイナップルにしてください。うん、ちょっと一個食べるか。うん、美、う、味、ん、しい。ふ <laughs> っ完熟がいいかな。うん。まあ、なんでこの二つかっていうと、この二つって両方ともなんか、良くない要素があるんですよ。それは何か。 まあ、虫肪ヨーグルトは、タンパク質豊富で、しかも脂質がゼロ。カロリーが低いのにタンパク質が多い。うん。そして、乳酸菌もいっぱいある。でも、美味しくない。<laughs> そう。あの、一切の味がしない。ただ酸っぱいだけ。うん。まあ、別に慣れてくればね。もう栄養補給だと思えば、全然この美味しくなさは耐えられるんだけど、別に甘くもなければ、糖質も少ないし、脂質も少ないっていう。うん。 そう。濃厚さもなければ甘さもない。で、パイナップルの欠点としては、いっぱい食べると口の中が痛くなる。<laughs> そう。これが今回紹介したい酵素。タンパク質分解酵素。プロメイラン。プロメイランっていう酵素があるんですよ。この酵素はですね、あの、加熱してしまうと働かなくなってしまうと。だからさっき茹でたパイナップルはやめましょうって言ったんですけど。そう。だからこう生のパイナップルと、 うん。これヨーグルト。無脂肪の、あんま美味しくないヨーグルト。健康にはいいんだけどね。うん。まあ、一つ懸念するのであれば、パンナ、パイナップルの酸味で、あの、乳酸菌が若干死ぬかもしれない。そんなことはいいんですよ。うん。あ、ちょっと待って。ま、まあ、いいや。うん。ごめん、ちょっと乗せたけど食うわ。うん。これ混ぜて食うとどういうことが起こるかっていうと、 その、ヨーグルトのタンパク質が分解されやすくなってね、体に吸収されやすくなり、かつ、この、口の中が痛くなるじゃん、本来パ,パイナップル単体で食べると。ただ、この、ヨーグルトコーティングをね、こうやって、つけることによって、あの、口の中で、その消化酵素を、あんまり分泌、てかその、噛み締めた時に、ヨーグルトに反応させるっていう。そうすることで、口の中を傷つけることなく、タンパク質、本当は、なんかベロとかのタンパク質分解しちゃうところを、 うん。こうやって。うん。あれこのヨーグルト美味しいな。いつもと違うヨーグルトにしたんだけど。<laughs> あ、このヨーグルトあれだ。脂肪ゼロだけど、甘い、甘さついてるわ。人工甘味料かもしんないけど。ごめん。<laughs> あ俺が食べる無脂肪ヨーグルトいつもさ、なんか味ついてなくてただ酸っぱいだけだったんだけど。このビフィックスってやつはちゃんと味ついて単体でも食えますね。<laughs> すいません。企画が破綻しそうだけど。うん。そう、そんな感じで。俺いつもヨーグルト食うときはね、一カップ全部食べるんですよ。<laughs> まあ、ちょっとね、多いなっていう人はちゃんと小皿に取り分けてね、やってくれればいいですけど。そう、だからその、パイナップルの良くないところと、無脂肪ヨーグルトの良くないところが、こう、相殺されて、結果的にすごいいいものになると。 まあ、一つ注意点としては、こう、あのね、ずっとパイナップルをヨーグルトにつけっぱなしにしとくと、あの、この中で分解が始まっちゃって、あのね、分解、タンパク質が分解されるとね、すげえ苦くなるんですよ。<laughs> そう。あくまでもその分解は体内で起こしてください。うん。うん。な、混ぜたらすぐこう。うん。うん、うまい。こうすることによって、吸収されやすくなって、ヨーグルトのタンパク質と、 かつその甘みね。フルーツの甘み、酸味、食感、もう追加してこのヨーグルトに飽きを出さずに、かつもうビタミンも豊富だしね。パイナップルは。うんパ,パイナップルのビタミンも取りつつ、で、口の中も炒めない、うん。これ最強なんじゃないですかね。うん、なんかどっかの、東洋かなんかの研究、研究じゃなくてね、言い伝えで。 なんか牛乳とパイナップルを一緒に食べると死ぬみたいな <laughs>、意味、呪文みたいな、なんか、呪いの呪文みたいな言い伝えがあるらしいんだけど、うん。それに関しては、現在まで研究やら何やらされてて、結果的に、そこにはその、この二つの食品で、なんか、超反応を起こして人が死ぬってことは基本的にないですよっていう。一応現代の研究で否定されてるんで、 うん。多分ね、その、まあ、牛乳しても、ヨーしてもそうなんだよ。あの、まあ、さっきも言った通り、長時間つけとくと、うん、もうすでにここで分解を始めちゃうんだよ、ね、タンパク質の。すげえ苦くなんだよ、なんか。乳製品にはあるまじき苦みになるの。なんか他のさ、メロンとか、 あと、な、にキウイ。キウイはダメか。メロンとか、リンゴとかさ、みかんとかさ、ヨーグルトに入れといても別にさ、まあ割と冷やしとけば味変わんないじゃないですか。うん。パイナップルに関しては冷やしてといてももう一緒にいるだけで反応しちゃうから。温めない限りの。うん。うん。だから、それでなんか、ヨーグルトにもない、 パインにもない、意味不明な苦味に襲われて、これを食べたら死ぬって過去の人は言ったのかもしれない。わかんないですけどね。でもまあ、いいんじゃないですか。僕はもう一カップ、よ、このパイナップル一カップと、ヨーグルト一カップ両方食べるから <laughs>、まあこういう雑な、ちょっとね、うん。残すんだったら不衛生だけど。別に俺残さずに全部食べるから。うん。うん。 まあ皆さんは小,小皿に取り分けてやったらいいと思いますよ。うん。このビフィックスっていうヨーグルトうめえな。なんか、糖質とかもすごい低いんだけど、100g42kcal ロロしかないけど、全然ピント合わないわ。<laughs> あった。うん。いや、400g 弱入ってるから、なんぼうん。四死十六。200kcal ロロもない。これ一カップでご飯一杯やるカロリー少ないわ。うん。うん。 でも、タンパク質含有量多いし。低糖質なの甘い。これ多分あれだな、人工甘味料入ってるね。<laughs> いいね、人工甘味料。健康に悪そうな響きだよね。<laughs> でも、カロリーはゼロだから、人工甘味料は。甘いのに。いいよね、そういう病的な響き。うんうん、まあまあ。 パイナップルと混ぜるんだったら人工甘味料入ってないやつにした方がいいと思いますね <laughs>、うん。まあ美味しいけど、うん。美味しいけどちょっと、うん。なんか人工甘味料の味とパイナップルの味が <laughs> ぶつかり合ってる感じはする。うん、まあ普通に、なんかただ酸っぱいだけのヨーグルトとか普通に売ってるから、無脂肪。低脂肪か無脂肪がいいね。 やっぱ、あと牛乳じゃなくてヨーグルトってのが、こう、パインの身に、こう、タンパク質と絡めれるから、うん。いいと思います。で、なんか、いろいろ調べてみたんだけど、タンパク質について。なんか、あの、酢豚とかってあるじゃないですか。うん。あの、酢豚って、いや、だからさ、そのタンパク質に肉を柔らかくするっていうか、その肉を分解する機能があるから、それを利用して酢豚に入れてんのかなって思ったら、 でも火通したらさ、この消化、分解酵素が、動かなくなっちゃうわけじゃん。うん。でも酢豚って別になんか漬け置きとかしないらしいんだよね。<laughs> だから肉を柔らかくするためにパン入れてるんじゃなくて、単純にこう、酸味とか、まあ、スイカに塩かけるみたいな感じで、逆の、そう、しょっぱいものに甘いものをちょっと入れることによって、よりしょっぱさをうまく感じさせるみたいな、そういう効果で使ってるらしいですね。なんかその、肉を分解するっていう科学的なアプローチではなくて、 うん。<laughs> はい。まあ一応なんか、東南アジアかなんかの言い伝えでは、乳製品とパイナップルはダメって言われてるけど、別に現代の科学では、特にそんなことないんで、いかがでしょうか個人的にめちゃくちゃおすすめですね、これ。うん。パイナップル大好きなんだけど、あの、カロリー低いし、なんか食の繊維も豊富だし、で、ビタミンも入ってて、 味も美味しい。完熟したパインなんてもう、うますぎるじゃん。パイナップルうん。そう、ただ、いかんせん大量に食べようとすると、口の中がすげえ痛くなるんだよな。その、タンパク質分,分解酵素であれ酸味やらで。うん。歯も溶けやすくなるし。うん。うん、リンゴとかもそうだけど。あの酸性有、酸性が強いと歯が溶けやすくなるから。うん。そう。 まあなんかそういうのすべて解決してくれるのが、このパイナップルのヨーグルト漬けなんじゃないでしょうか <laughs>。まあ長時間の漬け置きは厳禁ということで。まあ味まずくなってもいいんだったら、漬けてから食った方がいいけどね。その、やっぱタンパク質って体の中で分解されて、で、ペプチドっていう、もうちょっと小さい単位になって、で、最終的にアミノ酸になると。で、その過程で、 細かければ細かいほらやっぱ吸収率は高くなるわけじゃん。うん。なんか魔界トーナメントみたいな感じでさ <laughs>。やっぱタンパク質の段階で分解できずに脱落するさ。そ、そのままうんこになっちゃうさ。なんか食べてる時うんことか言うのあれだけど。うんこになって脱落しちゃうタンパク質がやっぱ多いわけで。もちろんやっぱ分解されてるタンパク質を最初から取れるならそれに越したことはないよね。うん。 だから今、サプリメント業界で。エッセンシャルアミニアーシッド。必須アミノ酸。<laughs> だからその、もう、タンパク質が分解された状態のアミノ酸を直接取った方が、プロテイン飲むより早くねみたいな。高速でなんか、血中アミノ酸濃度高くできるし。うん。で、最近は言われてますね。はい。は <laughs> まあ、僕も最近 EAA、まあ略してエッセンシャルアミノアスイトで EAA なんですけど。まあその必須アミノ酸取ってますけどね。プロテイン、プロテインほどは取ってない。けど。<laughs> ただあまりにも血,血に流れるね、スピードが速すぎてね。その、過剰分はすぐ吸収されないから。まあ分解されすぎ、分解を高速で分解されすぎてても、まあそれはそれで結果的に、 そのアミノ酸トーナメントで人数が過剰になったらそこで蹴落とされる人が出てきちゃうのかもしれないけどね。うん。まあ何でもいいっすけど <laughs>。割とこのね、筋肉パイナップルヨーグルトはね、マッスルパイナップルヨーグルト俺すげえおすすめ。うん。うまっ。じゃあ。お疲れ様でした。<laughs> 俺残ったヨーグルト全部食べます。はい。ヨーグルト全然減ってないように見えるでしょ。うん、減ってない。<laughs> じゃあ、お疲れ様でした。さよなら。